テイチョンチャンネル始まるよ。私服センスなし J リーガーナンバーワン決定戦。ドレッサー賞受賞式の服装ということで、メガネね。まあ僕は、俺はちなみにメガネ普段つけるからさ。まあタクマもそうか。僕ははい、携帯いじるときとか時だけですよ。僕も結構好きですよ。ダイゴはでもそんな目悪くないでしょ。目は悪くないから全部伊達メガネ。ああ伊達ね。やっぱその伊達はちょっとあれだよね。メガネはやっぱね、目悪い人にしか分からないあれがあるもんね、たくまね。だってなんて。僕も目悪いわけではないっす。違うかい。すいませんでした。じゃあ、勝ったわ。じゃあ、勝ったよ。だって、俺、本当に目悪いから。だって、高校生ぐらいの時は本当にメガネしてるからね。何が違うんですか ?16、7ぐらいからもうメガネ生活が始まってるから。もう、伊達には負けないよ。伊達と何が違うんですか。まあ、違いはそんなないんだけど、やっぱ気持ちは分かってるよね。メガネに対するさ、愛着はあるよね。それがないとだってさ、コンタクト、まあ、普段コンタクトだから、コンタクト外した時のさ、あれが、もう勝ったと思うよ。もう本当に。だってなくてはならないもん。別に伊達はなくても生きていけるけどさ、俺本当メガネないと生きていけないもん。じゃあやってみましょうか。はい、行きましょう。たくまはメガネを。目悪いわけじゃないんだ。目悪いかと思ってた。俺も。ねえ。うん。でも、携帯見るときだけってことはあれかな。ブルーライトをカットしてるとかな、うん。そうだね。ねえ。そういうことだよね。起きた。なんかこう着るの欲しいですけど、ちょっと今ない。捨てたね、勝負。ちょっとメガネドレッサー賞をね、あれですね、そういうスーツ系を用意しようとしたんですけど、はいはいはい、ちょっとさすがになって思ったんで、ちょっとなんかこういう私服系な。あれこいつみんなスーツなのになんで一人私服なんだっていうような格好で出てみました。ちょっとカジュアルだね。逆に、はい、逆をついたってことね。スーツで行くのはもう結構王道だから逆をついてってことね。結構びっちりしたイメージなんで。はいはいはい。でも基本的にそういう受賞とかって結構こうネクタイしたりピッてするじゃないですか。はい、しますね。なんかメガネドレッサー賞をつつこの ジーパン、はい、の賞みたいなあるじゃないですか。ベストジーン、ベストジーニスト、はいはい、そう、あれこいつそこも狙ってんじゃねえぐらいな、はい、ジーニストそんなジーンズ履かねえだろ。靴欲しいよ。靴欲しいよ。はい、スーツでもよかったのに。あいつに服あげよう。絶対白い靴履いてくると思うよ。白い靴は。アディダス、アディダス。アディダスの白い靴履いてくると思うよ。絶対白だと思うよ。おせえな、選んでるな。逆転狙うにはこれだっていうの探してるよ。
遅いな、癖選ぶの。あ、何色ですか？何色の何？何色って言うんだ。何色の何？クリーム色みたいな。何色の何？ちょっと見たいですね、全体の。縛らなくていいですか？とりあえず一回紐縛らなくていいですか？あ、縛ってください。あ、はい。じゃあちょっと会話をお楽しみください。アディダス、アディダス。あ、違います。お、違った。アディダスの方が来た。いや、わかんないけど、いや、絶対。まあでも基本的に、白のアディダスかな。基本的に、あ、千葉さん、いい線言ってますね。基本的に白のアディダスはめっちゃ持ってます。ほら、一回でも結構遅かったじゃん。うん。下駄箱まで行って僕戻ってくるの。まあほぼ白じゃん。白だ。白だ。これ白だろ。これ白だ。コンバース。白じゃん。わかんねえ。見して見して見して。コンバース。あ、コンバース。オールスターね。はい。はいはいはい。ハイカット、ハイカットっすか。ローカット。はいはいはい。はいはい。はいはいはいハイカットねそれジンギスカン屋に行くぐらいの格好だろうえ、メガネはどこのメガネなの？これっすか？うん、これは、うん、ここですね。あ、49？ はい。うん、で、さっきメガネの話出たんですけど、うん、僕メガネをこう携帯いじるときとか私生活ではかけてて、うんうん、で、これ札幌に、札幌になるのかな、なんか千里堂っていうところのメガネで、うん、近く見るときに結構こうなんですか、目って近く見るときにギュッてこう緊張だったりテンションかかって疲れてしまうらしいんですよ、うん、だから近くとか見るときにその常にリラックスした状態を目をある、保てるようなレンズってこれ。でこれをしとくと、あのこれをかけながら遠く見たら遠くはめっちゃぼやけるんですけど、うん、近く見た時の目の負担がすごい軽減されて、撮った時にすごい遠くとかめっちゃ見やすくなるんですよ。ああ、絞ってないの。ああ、そうです、おすすめです。勝手にやってくれるってことね、メガネが。そうです、そうです、そうです。それいいかもね。そう、近く見ると目が緊張して、多分その焦点が多分ちょっとずつ遠視だったり近視だったりずれちゃうところをこう直してくれるっていう目が、まあ、目の矯正みたいな感じですかね。はい、これ結構ポイント高いと思います。上はどこのなの？知らないだこいつ。知らないですよ、自分の服のブランド。ばっちゃんに買ってもらったやつじゃないのか？自分で買ったの？ばあちゃんに縫ってもらってないっす。どこだ？さすがにばあちゃんそんなの作れねえだろうな。どこの、どこの？あ、祖父です、祖父。ああ、祖父ね。うん、僕、祖父、はい、結構。あんまり私服とか買わなくて、僕。ジーンズはあれじゃないの？ベストジーニストが狙うみたいな。第1回出てきたやつじゃないの？違うの？あ、そうです、そうです、そうです。僕持ってないんで。ひまわじじゃん。え、ジョブジーンズみたいなやつ？いや、違います。多分下も祖父です。プロ入ってから買い物とか全然私服したことないんで。へえ。過去までも買いそうだけど。全く行ってきますわ。自分の服にお金を 使わないんですよ。あ、そう。結構、はい、誕生日で服もらったりとか。あ、なんか一個こういうジーンズをその祖父で買って、もうずっとずっと着てる感じですね。なるほど。もう正直な話すると、これまず言えって言われたんですけど、まあ、僕の、はい、知り合いっていうか、はい、周りの、これやるんだよっていう話をしたときに言えって言ったんですけど、うん、お前はどこに行くデートでもスウェットだと。ジャージだろ。うん、うん。結構そういうスポーティーな感じなんだ、俺。はい。だから結構この間の問題とか難しかった。なるほど。じゃあ練習に行くときもほぼじゃあスウェットみたいな感じなんだ。あ、ジャージっす。アディアスのジャージね。はい。アディアスのジャージね。はい。基本アディアスしか着てないから。
じゃあそのデートとかもじゃ結構それ祖父祖父とか、まあジーパンに T シャツとか、まあ千葉さん着てないと思いますけど、たまにトリッキーな服とか着てきますね。あ、そう、はい、まあそれはお楽しみに。じゃあ結構それスタメンってことね。多分そうっすね、これ多分着てますね、春先とか結構。それ久々に来ましたけど、今いいですかね。ちょっとカジュアルも考えたんですけど、はいはいはい、やっぱり見てる人が何を見たいかっていうのを意識したところ、はい、これはなかなか 見れないなっていう格好に。歩くほどに踊るほどにふざけながら焦らしながら笑い。ああ、なんか、まあ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 、結婚式っぽい感じも。ああ、それはそうかもしれないね。ね、出てますね。結婚式ですか。いや、ベストメガネドレッサー。メガネ、あ、メガネドレッサーですね。すいません、間違えました。はい、これ、メガネ、メガネは、なんかちょっと黄色い、もしかして。黄色い。あの、お目が高い。ねえ、これはですねはい、なんかちょっと色付きだよ。色付きと、あ、レンズは茶色っぽいっすレンズね、ちょっとね、ちょっと茶色っぽい。はい、ああああ、これ神戸のスピークイージーっていうヴィンテージ、メガネのお店で買ったんですけど、うん、スピークイージー、うん、スピークイージー日本一ですね、多分スピークイージーリスニングハードってこと。な、うん、何年代だ、あ、写真、何年代だっけな、何年代、70年代か80年代どっちかだった。あ、そのメガネなの。はい、そうです。へえ、かっこいいね。あ、まあ大悟はあれか、別に目悪くないから、そのレンズをね合わせる必要もない、はい、あ、靴元、足元見たいですね。革靴。革靴です。完璧な。革靴よし、はい。これは昔、シェンロンにいただいた、エドワード・グリーンですね。ああ、うん、僕もエドワード・グリーンです。あら、それなんで今日履かなかったえ、言ったんじゃないですか。なんでコンバースにしたの。で、みんなそっち系で来るから、うん、俺はちょっと一人だけこう味を出して。じゃあ同じので言ったら勝てないですから、俺は。これは、ラルフローレンパープルレーブル、うん、どれがどれがどれが、あ、この上着が取れるか、はい、あ、上着が、はい、結婚式って言ってたんですけど、妹の結婚式で、うん、に着るために買いました、うん、その1回しか着てない。買ったんだまだ、そうそう、練習終わって、うん、僕のスケジュール全く考えないで結婚式入れるんですよ、あいつは。だから練習終わってから7月なんですけど、飛んで7月ね、2時間滞在して帰りました、もう神戸会費制だから、会費払って北海道払って、会費制だから、ね、帰りましたおお、まあ、じゃあもうそれいいから、それ着てって2時間滞在して、それ着てまた帰ったんだ。じゃあ、いやいや、もうちゃんとあれ持ってきました。持ってったの。あ、持ってったの、はい、持ってきました。このちょっとジェームス・ボンド的な感じで歩いてってこれやってくださいなんか遅くない？もうちょっと早いでしょ。もうちょっとだけ。みたいな。じゃあもう一回。そうだよね。お前そんなゆっくりやったらもう打たれてるよ。OK。はい。遅いな、ちょっと。遅いな。ゆっくりすぎないっすよ。遅いよな。打つまでがってこと？うん。歩くのはゆっくりでいいから、打つのは早くね。まあ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 。さっきよりはいい。いいけど、あ、でもさっきよりはいいけど、打たれてる、多分。減点ですね、減点。まあまあ、いいでしょう。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと俺がいきます。シャツ、はい、シャツとあれは？あれも全部パープルレーベル？そうですね。シャツそうです。あ、シャツもじゃあ合わせて。はい。全部自分一緒に。これあの、これもあったんだけど、まあつけないでいいかな。それはあのスクワットとかするときのコルセット？ちぎれるわ。これ。なんすかそれ？わかるよわかるよ。わかるよわかるよ。これ。それなん？ここにつけて。あ、はい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 。それなんなの？なんのあれなの？これなんなんすかね。よく見るけど。よく見るけど、それな何用なの？あれアワーズ、アワーズとかではするじゃん。するよするよ。あのタクシーと聞いたときね。うん。多分そのシャツのビリンを隠すためのあれなのかな。綺麗に見せるための。うん、ね。ここら辺とかも止めるじゃん、あのシャツの止まる止まる。それのね、多分ゴムで。うん、綺麗に多分映すっていうか、そのね、入るためのあれなんだろうね。うん、なるほど。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。はい、しばし生着替えをお楽しみください。後半へ続く。はい、行きます。いいですか、皆さん。はいよ。はい。かっこいい。かっこいい。これ減点だな。減点じゃねえだろ。カメラワーク？カメラワーク、カメラワークバツね。カメラワークいいだろ。はい。メガネがあんまり映ってないな。あ、すみません、メガネ、はい。すみません。メガネ本当俺顔入ってるんで。どこなんですか？ね、これはね、ディータです。うん、ああ。はい、ディータ。あとまあのこのスーツはオーダーで作っていただきました。まあ色もちょっと人とねあまり被らない色にグレーと茶色の中間かな。色合い的にはね。このメガネドレスファッションのために。いや違えよ。あ、違うんですね。あ、まあ、まあ、今日のためにまあ作ってもらったっていうのも半分ありますけども。で、足元はちょっと外してみました、スニーカーで。おー、なるほど。くるぶし見せね、はい、そうそうそう、カチッとしない感じでね、うん、わざとこう外すっていう。あとはまあシャツはこれあれですね、みんな知ってるかどうか知らないけど、あのユニクロって知ってます？今フランスで流行ってる。ユニクロの洗っても洗ってもシワにならないっていうすごいシャツが出てるんですよ。袖はちょっとわざと短めに作ってるの？ああ、そうです。短めに作ってます。あれもあの足の裾もでしょ、多分。足の裾も、はい、短めに作ってます、はい、こういう感じでね。ちょっとあれね、ちょっと見える トムブラウン、トムブラウン的なサイズ感の、はい、サイズ感こうこういう感じで。このスーツは何だろう、何だっけな、ちょっとブランド名わかんない、書いてないんだよ。あ、書いてる。あ、書いてない。オーダーしたところ忘れる？オーダーしたところ全然覚えてないですかね。なんか後輩の友達のスーツ屋さんに作ってもらったんで。なんか覚えてないですけど、でも全部ボタンとかも全部自分で選んで、生地とか。それ、概要欄に載してこうよ。あ、概要欄に載してこうか。うん。ちょっとまあ、それちょっと後で聞いてやってみますね。うん。こういう感じです。私はベストメガネドレッサー賞入賞ぐらい。入賞？いやいやいや、入賞してるからこの格好着てんだよ。入賞ってどういうこと？あの1位じゃない。入賞は何も受賞して着てんだろ、こっちは。1位ではないです。1位の感じじゃないです。なあ、1位だろ。なんか、はい、優秀選手賞みたいな。
何人もいるやつ。そう、30人ぐらいいるやつ。いやいや、普通にこれいいだろ。おしゃれ感満載じゃん。このだって、スーツの色なかなかないんだよ。いや、いいと思う。見たことないもん、これ着てるこの色ね。着てる人。俺的にはこの色が好きなんですよ、このスーツの。なるほど。はい。おすすめポイント。見て、ほら、いい色でしょ。生地もさ、わかる？確かに。なんか、マット感が出てて、ツヤツヤな感じじゃなくて。っていう、私のメガネドレスター賞授賞式でした。ありがとうございます。優勝おめでとうございます。受賞したんだ。30人のやつ。30人じゃねえよ。僕を引き立たせるやつですわ。いけえよ。まあ、ね、点が高い、ポイントが高いって言えばやっぱハスキーのあのおばあちゃんのくだりじゃないですか。これそれそれこれはすごい派手だなお前。派手だな。なんか裏地赤だしさ。まあこの最後のメガネドレッサー賞に関して言えば、まあ、大悟と俺の争いになるとは思うけど。まあそうだね。うん。一人ジンギスカン食いに行っただけだから。ジンギスカンの格好だから。絶対間違えて、うん、ジンギスカン食いに行く格好だから。そうそうそう。フミヤのドレッサー賞、ちょっと楽しみだね。うん。フミヤ、意外と おしゃれだから、あいつ。しかもメガネも普段、メガネしてるから。あ、そう。そうそうそう。戦えると思うよ。まあベスト3の争いになると思う。なこの企画やる前からなんかちょっとさ、ハスキーはさ、おののいてたじゃん。みたいな。もうだって、あ、何ですか？俺絶対ビンじゃないですか、もう。みたいな。俺も絶対ビンですよ。みたいな言ったじゃん。あの、僕のハスキーがちょっとピートたけしみたいになってるんだけど。違います。もう絶対もう。俺じゃないっすか、俺じゃないっすか。言ってたじゃん、もう。あの LINE 来た瞬間、いやもうこれビリ俺じゃんってなってました。じゃあこのサンクスチャンネルに対するあの意気込みの足りなさじゃないの、それは。そうだよ。服装に出るからね。俺らみたいに。俺だって俺と大悟みたいにね。何やそれ。何やそのドラマ。こんな感じでございます。おしゃれだね。おしゃれだね。そうですね。ちょっと前回との改善点はですね、普通パラブーツだったんですけど、はいはいはい、あのローバーにしてみました。おお、いいんじゃない。反省を生かしてですね、ちょっと、うんうんうん、こんな感じです。まあ、あえてワイドパンツでちょっと抜かすおぉみたいな感じですね、うん、ジャケットとそのシャツとかはどこのブランド？あの、みんな大好きトモロランドです。あぁはい、やっぱ裏切らねえんだよな、トモロランド。はい、トモロランドはもう期待を裏切らない。うん、絶対85点出してくれんだよ、トモロランドは。100は出さないけど。安定です。85は絶対出る。なんでまあ、信頼は置けるというか。あ、置ける置ける。計算は分かったね。はい。ジーンズは、ジーンズ。これジーンズは、ちょっと待ってくださいよ。ジーンズぐらい分かるよ。ぐらい分かるよな。うん、シャツとか T シャツはあれだけど、ジーンズ。あの、ブルーワークっていうブランドでした。ブルーワーク？はい、ブルーワーク。あ、ワーク。ベルトはベルト。ベルトしない？あの、ベルトはしてないです。あ、マイナスポイントです。え、そこのジーンズは何？よく持ってんの？そうですね、あのジーンズだけじゃなくて、なんかチノパンみたいのとかも持ってて。あー。ワイドパンツというか、ちょっとゆったりしてる系のブランドが多い。なんで、ズボンは。ローファーは？ローファー。ローファーはですね、フットストックオリジナルっていう、はい、
で、肝心要のあれは、肝心要のメガネは、メガネはですね、これニューヨーカーっていうブランドで、はい、本当はこれ、入ってないの、レンズ。いや、紫外線入ってるとサングラス、ドア入ってて、紫外線が当たると、反応してくれて、サングラスみたいになってくれるんですけど、メガネドレッサー賞の何賞を受賞した感じですかね。まあ、変幻自在カメレオン賞。そんな賞ねえわ。いいんじゃない。え、ちょっと脱いでみてよ、ジャケット。ジャケット脱いで。おお、シャツもなんかちょうどいい着丈ですね。うん、新聞は、それ新聞は新潟日報。いや、それはちょっと言えないっす。ちょっと言えないっす。優しいな。はい、はい、はい、それは何とも言えないです。反省点生かしてますね。はい、うまく成長してると思います。皆さんからのアドバイスも、僕も成長してるんで、まあビリはないかな。いや、ビリは免れたいですね。ビリはないかな。ビリはないと思います。ありがとうございます。はい、はい、ロブちゃん、はい、もう1位の人が、うん、4位の人に、うん、頑張れと、うん、それでやっぱりこう何かプレゼントして、そいつがそれで買われたら俺はいいかなと思いますね。あ、そうね。まあそれも面白い。それをきっかけに、もしかしたら、うん、まあ、僕がとかじゃないですけど、その人が、まあ、例えば千葉さんだったら千葉さんが買われるかもしれないっていう。まあ僕がって言うんだけど、なんか僕の勢いすごいな、それ。4位の人の勢いやん、それ。まだまだ結果出てないっすか。結果出てないけど、ね、それもありの、なんか罰ゲームも入れないと、うん、もう美味しいだけだから。お湯と、うん、確かに。何にします、罰ゲーム。まあ、そう、いいっすね。あ、それにしよう。まあ、罰ゲームってやる前に決めることですけどね。決まったね。じゃあ、それですね。それで、じゃあ。それでいきましょう。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ちらっと聞いた話によると、はいはいはい、別にサッカーが入ったわけでもなく、いきなり行き着いたのがサッカーチャンネルってことなんですけど、そんなことあります？なぜ、なぜ。最後にグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしく。